松尾敏夫は日本の画家。以下は十三味。勲等は文化勲章。多摩美術大学名誉教授、文化功労者。財団法人日本美術院同人。多摩美術大学美術学部教授。日本芸術院会員。公益財団法人日本美術院理事長などを歴任した。長崎県出身の日本画家である片山南風に支持し、 主に引退で活動した。日本美術院の導入を経て、後に理事長に就任した。日本画の中でも特に花鳥画を題材とする作品で知られており、花の松尾敏夫と称された。また、多摩美術大学で教鞭を取るなど、後進の育成にも努めた。日本芸術院の会員にも選任されており、文化功労者として検証を受け、後に文化勲章を受賞している。 長崎県長崎市生まれ、片山南風西寺、東京府立第六中学校卒業、在学中は体操選手であった。1949年に、はにわが引店初入選。以後引店に出品を続け、1962年初の引店奨励賞、1966年引店日本美術院賞。 1971年芸術戦争新人賞。1975年引天文部大臣賞。1979年日本芸術院賞。1988年玉美術大学教授に就任。1994年日本芸術院会員。1998年訓三道随法賞。2000年文化功労者。2012年 文化勲章受賞。2016年8月4日、肺炎のため死去。90歳没。没後に十三三井信。部。木肺一組追蔵。ありがとうございます。